直角三角形を使った証明の問題に入っていきます。問題を読んでみましょう。右の図のように、角 xoy の二等分線上の点 P、これ二等分線ねな、角を二つに均等に分ける線ですよと。点 P から二辺 Oxoy、Ox と Oy ね、にそれぞれ垂線 PQ、PR を引きましたと。この時証明したいのは PQ、PR。 こここことここがってい,い,いう問題ね。証明の問題なのでまずは仮定と結論をしっかり整理します。仮定っていうのはここの部分やね。各 x/oy の二等分線上の点 p から2辺 Ox/Oy にそれぞれ垂線 pq/pr を引くってことやね。なのでこれをちょっとここで。 整理しておきましょう。仮定でわかっていることっていうのは、二等分線になっているってことは、この黒丸をつけたところ等しくなるやな。つまり角 Q、角 QOP イコール角 ROP やね。これが仮定から一個わかっていますと。で、もう一個は、ここ90度。水線を下ろしたので、90度90度で等しいですよと。角 OQP イコール角 ORP やね。ORP。 これは90度でで等しいです。これが分かっていることやな。他には、なんやね、それだけやね。で、証明したい結論っていうのは何かっていうと、PQ イコール PR ですよと。これ赤で印を入れてあげると、ここの部分やね。これが等しいことを証明しなさい。っていう問題です。 で、辺の長さが等しいことを証明する問題なので、どうやって証明していくかってなったら、合同言ったらいいんじゃないかってことだよね。つまり、ここの三角形で言うと、三角形 PQO と三角形 PRO やね。この二つの三角形の合同が証明できれば、対応する辺 PQ と PR は等しくなるでしょうって言えそうやな。じゃあ、この三角形合同言えるんかな。 直角が入っているから直角三角形の合同条件を使えそうやね。斜辺はじゃあ今どうなってるかっていうと PO で共通しています。これは分かっていることなので黒で書いときましょう。斜辺は等しい。で斜辺と一つの鋭角は今二等分線やから等しくなってるやんな。なので直角三角形の合同条件直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいのでこの二つの三角形は合同って言えるやな。 なので証明の手順としては最初に直角三角形の合同条件を使ってこの2つの三角形の合同を言ってあげるそこから合同な図形の対応する辺っていうのはそれぞれ等しくなるから PQ イコール PR になりますよとそういう順前ねやっていきましょうまず直角三角形でも証明の時はどの三角形とどの三角形言うかを書いてあげる三角形 PQO と三角形 PQO p, r, o において等しいのを上げていきます。まずは直角三角形ということを言いたいので、角、これをそのまま使ったやな。O, Q, P イコール角 O, R, P で、それはどっちも90度ですよと。つまりこれは直角三角形ですよと。で、もう一個次は、これ1番にしといて、斜辺やね、共通の辺なので、 pO=PO イコールになるとこれが二つ目になりますで最後に斜辺と一つの鋭角やから二等分線になっている仮定より角こっちの上の方です QOP= イコール角 ROP これが三つ目ねよって一二三より 直角三角形の合同条件直角三角形のこれ絶対入れてね直角三角形のって直角三角形のえ斜辺と1つの鋭角が等しいので三角形 P QO 合同三角形 PRO やねでこれで終わりじゃないで合同な図形の対応する辺やな合同な図形の対応する辺は等しいので最後の結論の部分です pq イコール pr になると、これで証明の完成です。